どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りができちゃいますよということで、日々ウクレレ簡単レッスン動画公開してます。今日も張り切ってやっていきましょう。今日はですね、皆さんめちゃくちゃこれはねご活用いただけるすごい曲です。はい、こちらです。ドン盆踊りでやりたい炭鉱節でございます。月が出た出た、これデレンデレンデンデレンデレンデレン、月がこういう盆踊りの時期まであと1ヶ月ぐらいです。ガズレレではですね、この曲東京音頭っていうのを以前アップロードしてたんですけど、これここのコメントにですね、老人ホームで演奏したらですね、もうみんなすごく大喜びしてくれたんで、他の盆踊りの曲お願いしますというコメントをいただきましてですね、やりますとも。炭鉱節はこれはもう大定番でしょ。なんですけど、これちょっとね特徴的なリズムで2拍っていうリズムがねそこかしこに出てくるんですよ。これ後でも解説しますけど、ここがちょっと今日のねポイントなんですけど、なんと入門コード4つでガズレレアレンジ C と F と A マイナーと G7、 やったー。これゆっくりやったらもうね、あらゆる世代でもう一緒にボンダンスできますから、はい、ぜひこれはもうね夏あと1ヶ月練習できますからね、お盆までに仕上げて、もう今年の盆踊りはこう東京音頭とこの炭鉱節はもうウクレレでやっていきましょう。さあ本日はですね、 G ラボのウクレレ、はい、ブラックビューティーモデルのウクレレとシンプル簡単バージョンではこっちの初めてウクレレ使ってやっていきたいんですけど、はい、本日よりお昼ちょうどよりですね、 G ラボウクレレたち販売予約期間に突入でございます。最強最高のめちゃくちゃいいウクレレたち、皆さんぜひですねチェックしてみてください。概要欄に詳しいこと、はい、書いてありますのでですね、よろしくお願いします。あとですね、はい、このガズレレフェア開催です。なんとガズレレ本がですね、はい、20万部、この今ずらっと並んでる20万部突破、そしてこの黄緑色のソングブック6が8月17日リリースということで、今かなり盛り上がってます。このガズレレフェアでこの新しい本とか黄緑色の新しい本とか、まあ、ここにある本買ってくれた方はですね、漏れなくね、ノートブックミニノートをプレゼントです。ここで矢印ついてると。でさらに抽選で3名様に、初めてウクレレ、はい、いつも使ってこれが当たるよというダブルチャンスがありますということで、ぜひこの期間にね、このガズレレフェアをやっているお店で、購入をお願いできればというふうに思います。で、この購入を、ガズレレフェアをやってくれるお店もですね、すごく増やしたいんで、皆さん行きつけの、書店さん、楽器店さんなどにガズレレフェアやってください。お願いしに行ってください。はい、そしてですね、この本の、黄緑色のソングブック6の出版を記念して、インストアライブイベントが行われる都市があります。その時にはですね、インストアライブイベントの会場でね、本のね、販売予約をしてくれた方がね、参加できるということなんで、ちょっとアマゾン予約、もうスタートしてるんですけど、待っててくださいというお願いでございます。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でも、なるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。けどさっきも言ったように、今日2拍というね、ちょっとね、ややこしいリズムが出てくるんですよ。でもね、歌から逆算したらいけると思いますね。しかも歌もちょっと、なんていうの、これ民謡っていうかですからね、ちょっとこの特徴的なこの拳を聞かせた方がいいかなと思うんで、この辺もよくチェックしておいてください。後半はかっこいいバージョン。こっちはノリノリの8ビートバージョンでリズム感を出していこうと思います。なんつったってこうボンダンスですから、やっぱりね、ビートが大事ですからね。はい、かっこいいバージョン、2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。さあ今のところでちょっと勉強するだけで、これからの人生自分が歌いたい曲、大好きな曲、聞くからやるに変わるわけですから、ガズレレでぜひ始めてみてください。さあそれでは早速やっていきましょう。炭鉱節、まずは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、これ初心者さんでもできますからね、やってみる。1、2、3、はい。でんでれんでれんI'm not afraid of the dark.
山越え、あいおいおい、奥に咲いたる八重椿、なんも色よく咲いたとて、さまちゃんかよわにゃ、盛り上がろうということでガズレレで簡単バージョンやってみました。あの2拍っていうとこ分かりましたかね。ピンク色で書いているんですけど、ちょっとここのところですね、うちの大山の上に出たここのところやってみると、せーの、うちの大山1、2、上に出た、ここのところ、このピンク色のところが2拍なんですよ。ここがですね、結構ね、ややこしいというか、あれ自分がどこにいるか分かんなくなっちゃう。このピンク色のところがですね、いっぱい出てくるんです。で、これ歌でね、歌の流れで覚えるのが一番いいと思うんですけど、とにかくここがポイント。でもここさえ分かっちゃえば、入門コード4つで、いけるわけですから。あとはでもね、簡単にできないのは歌ですね。やっぱこの歌、独特のこのいい感じで歌うのはね、もうかなりこうテンション上げていくっていうか、もうなりきり力が大事だと思います。ガズさんも思いっきりこう、民謡の勢いでちょっと、やってみたんですけど、皆さんもぜひやってみてくださいということで。で、これ本来ですね、何番までだっけ、3、4番か5番、5番ぐらいまであると思うんですけど、ちょっとやっぱ、これね、ずっと繰り返しなんですよ。なんで今回のガズレレアレンジでは3番までやりました。で、全部やりたいなという方、コード一緒だから、4番も5番もこう書いていって、お前のフルコーラスでやってみてください。で、まずは練習用としてガズのね、これで1番から3番まで練習してもらって、ください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレで一緒に合わせて、ガズさんと合わせて、練習してもらって、1個目のゴール設定としては今やった簡単バージョンのガズレレとガズと一緒に合わせてできたら素晴らしいと思います。その2拍のとこさえ分かっちゃえばいけると思いますがですね、はい、そこまで練習してみてください。一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。次のステップいきましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのやっぱり難しいでしょうか。最初楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちに覚えちゃって、盆踊りでみんなの笑顔を見ながらこう一緒に歌う、こんなのが最高なんですよ。で、まずはでも楽譜練習がいいと思います。でも楽譜って一体どこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のガズの演奏はですね、このガズが手書きで書いているこのね、ノート、ここに書いてあるガズノートを見ながら今演奏していきました。はい、炭鉱節、はい、これでございます。はい、でここにこうグリーンで書いてある、ここが2拍なんですね。はい、1234 1 2 1 2 3 4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 。でここで1行目だけは普通なんですよ。この辺がややこしいところでございます。はい、でこんな感じで、ね、もうちょっとしたら画面にこんな風に映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、今めちゃ大変便利なサービスガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになるとその楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、
皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、トンガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。炭鉱節です。盆踊り曲やった、嬉しい。入門コード4つです。3番までですね。はい、これ印象的。でんでれんで、でん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 でれんで。これがね、いい感じ。ちょっとリズム跳ねてんだよね。盆踊りの リズムってね。面白いです。はい。月が出た出た。これね、言葉のタイミング結構難しいよ。なんでよく聞きながらね、これ、マスターしてください。こんな風に映しておくので、皆さん一時停止で、ノートとかに書き出して練習していただきたいんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズのね、手書きのノートをデジタルデータで皆さんのお手元にダウンロードしてもらうとめちゃくちゃ有効です。ガズのノートの特徴見てください。ここに V マークがついていたり、これもね、はい、これも V ですよ。はい、ここもデータで、ここの他の上にね、点がついている。はい、ここもよいよいとか点がついてるでしょ。これでリズムのガイドになるんですよ。やってみましょう。せーの、3、はい、うん、月が、うん、これ休符ですね。うん、月が、うん、出た出た、うん、月が出た。他の上に点が書いてある。で、他で A マイナー。たー、あ、よいよい。これは3拍目がよいよいですね。こんな感じでね、この V マークと言葉の上の点でですね、リズムが分かっちゃうというとんでもないね、情報量がいっぱい詰まったんで、素敵なガズレレノートなんですよ。ぜひ皆さんガズクラブでこのね、楽譜デジタルデータでお手元にダウンロードするのもガズクラブご活用ください。お時間ある方、これ書いてください。はい、1番でございます。で、2番も3番も4番も5番もね、コード進行一緒なの。このタイミングも。で、歌詞が変わってくるだけなんで、はい、ここまでやったら、ここ間奏、でんでれんで、でんでんでんでれんでんでんで、1番から2番の間は短い間奏ですね。はい、そしてこれ見て、ちょっと読みづらいんだけど、2番と3番、こう、上の行は2番の歌詞、下の行は3番の歌詞ということで、こんな風に書いてみましたということですね。なんでここはちょっと、ノートのスペース余裕ある人は、こんな風に1行ずつで3番まで書いていって、4番5番とか書いていくとできると思います。言葉のタイミングも一緒なんでですね、これは後の繰り返しですんで、ガズレレではこんな風に書いてますよということでございます。で、まず順番としてはイントロやって1番やるでしょ。で、上の段の歌詞の2番をやったら、ここてんでれんでねんでんでんで、イントロ同じでんでれ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 んでんでやって、で、また今度3番繰り返して、最後にまたこれエンディングとして、この4ブロックのデンデレンデデンデをやって終わったよという、そんな感じの構成になっております。じゃあ出てくるコード、これはもうね、説明不要でしょ。C と F と A マイナーと G7、この入門コード4つでございます。やった、嬉しい。はい。一応やっときましょうか。はい。これ映しておきます。C はここ、下1本。A マイナーはここ、上1本。はい。F はこことここのね、2個です。指立ててね、F は、はい、斜めでしょ。線がこう斜めにあるイメージを持ってください。F。はい、で、G7 が一番難しいんですけど、G7 は、これ F の人差し指はここ一緒で、これを1個下げる。この薬指を1弦の2フレット、あれここ狭いなと思ったら、くるっと飛ぶ、回転してここです。はい、これが G7。1、2、3。この三角形と言いますね。はい、下1本、上1本、斜めに。三角形。はい。この四つの入門コード、ガズレレで一番最初に、覚えちゃうコードだから、これでできるのは嬉しい。ですけど、何回も言うように、この2拍のところがちょっとね、リズムね、練習ですよ、もう。ちょっとやってみると、月が、出た出た、月が、出た、あ、よいよい、ここ。一の小山、一、二、上に出た。感じが分かっちゃうと、シンプルです。パターンですからですね。はい。ちょっと聞いて掴んでください。あと歌ね。もう魂で歌いましょう。はい。
よろしくお願いします。楽しんでやってください。じゃあかっこいいバージョン、かっこいいバージョンもコードは全部一緒、リズムが変わります。今日ね迷ったんだけど、あのねこれでいこうと思います。8ビートチャも入れない、8ビートで、しかもちょっと跳ねてるリズムなんですね。はい、これでいこうと思います。この8ビートのリズムの弾き方は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという、ところの URL の先に行くと、濃厚解説レッスン動画がアップロードされているんで、それでね、まあ、わかんない方は見てもらいたいんですけど、一応ですね、C で練習してみると、じゃんじゃじゃんちゃちゃん、1、2、3、4なんですけど、今日跳ねてるんですよ、ちょっとリズムが。これが特徴的。ちょっとやってみると、この月が出た出た、せーの、3、はい。月が出た出た、いいでしょ、月が出た、あよいよ、一の山、一、二、上に出た、こんな感じです。一、二のところは、一の山、だんだか、どんどごんどど、だんだかですね。一、二、Am のところね、今のところは。はい。こんな感じでいこうと思います。ちょっともう一回いこうか。月が出た出たから、せーの。月が跳ねてる、出た出た、月が出た、あよいよい、うちの山の上に出た、いいでしょ。このドンダンダンダダン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 ダダンダ、月が出た、この踊りやすいこの跳ねたリズムっつうのが結構ポイントです。で、ドゥンでドゥンダルンダルンダがダンダかダンダ、これイントロとか感想は C シャッカ G7 ダッカドンダンカドンダ、いいんだ、この跳ねてるリズムが今日のポイントです。で、やっぱ今日の一番の最大のポイントはこのリズムキープです。みんな盆踊りやってるわけですからね、リズム速くなっちゃったりなんかヨレヨレになっちゃったらみんなわわわわってなっちゃうから、もうみんなとこう心を合わせて息を合わせるためにはですね、リズムをずっとこうキープしていかなきゃいけません。これがですね、こういう曲のシンプルで簡単なんですけど、だからこそこのリズムキープというか、ゆっくりやった方がね、みんな戻りやすいからいいっていうふうにも思うし、そこがポイントになると思います。はい、盆踊りでみんなで歌えるっていうのはこれは楽しいね、セッションですよ。ダンサーとダンサー、盆ダンサーとのセッション、これを楽しんでいきましょう。シンプルなんですけど奥が深い、ぜひ何回も練習してものにしていきましょう。それでは早速やっていきます。炭鉱節ガズレレ流かっこいいバージョン、はい、盆ダンスソングやってみる。1、2、3、はい。デレンデレン、出た、あよいよい、うちの山の上に入れた、甘い煙突が高いので、さあぞやお月さん、煙たかろさのよいよ、でるん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 で、あそれ炭鉱節かっこいいバージョン、ガズレレ流かっこいいバージョン。
これは結構ガズさんテンションもう上がりますね。歌のタイミング結構難しいでしょ、8ビートでやると。これはね、結構脳トレだった。いや、これは舐めててはいけませんよ。この言葉がどんどん覆いかぶさってくる感じがですね、結構すごいなと。楽しめる曲だと思います。盆踊りまであと1ヶ月ありますから。はい。大いにみんな練習して、今年の夏はウクレレで盆踊り盛り上がっていけたら最高だなというふうに思います。楽しんでやってみてください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい。ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もう、ご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる。もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて、最新楽譜でこっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずね、アプリのインストールが無料なんで、まずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これここのガズレレドットコム、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。